アキラも陸王台にしたの？ああ、なんかまずかったか？いや、まずくはないけどさ。あんたの腕と実績なら東京の美大だって引く手あまたでしょ。今の高校みたいに奨学金とか特待生待遇とかいい先生もそっちの方が多いし、名を売る機会も環境も格段の違いなのに、なんでそっちにしなかったのさ。別に名前を売るために絵を描いてるわけじゃないしさ。それに、いや、なんでもねえよ。あんたもベタ惚れだね。いくら告白したてで不安だからって自分の将来まで相手の都合で決めなくてもいいんじゃない？別に俺は君吉のことで大学を決めたわけじゃ。ん？私は一言も夏美のことは言ってなかったんだけど。あ、でも、なんだ？そのさ、アキラが陸王大に行くって決めたこと、夏美には話した？いや、まだだけど。それが？ちょっとさ、事情があって、あの子にはそのこと、まだ黙っててくれるかな？は？わかったよ。しばらく黙っておく。でも、なんだか隠し事してるみたいで、いい気分じゃないよな。おうおう、えらく真面目だね。今からそんなんじゃ、浮気した時に一発でバレるよ。浮気なんてするかよ。